皆さんこんにちは、エルザです。今回は無課金・未課金視点から見たブラックスワンのガチャ評価と性能解説を普通プレイヤー視点で話していきたいと思います。いやー、やっとブラックスワン来ましたね。カフカをずっと使っている身としては、やっと持続ダメージの限定キャラという感じです。なので結構楽しみだったんですよね。で、早速ねガチャを引いて試してみたんですが、まあレベル75、異物レベルはそれぞれマックス、実績は追加能力解放程度という育成途中でやってみたんですけど、結構いい性能してましたね。ただ持続ダメージキャラということで、どれだけダメージが出せるのか気になると思いますので、まずは模擬宇宙での性能を見てもらえればと思います。まあ、こちら一部だけとなるんですが、模擬宇宙で虚無を溜めまくるとこんな感じで火力が出てます。これすごいのが、まだ奇跡の追加能力解放程度で添付のレベル上げてないんですよね。結構なダメージ出ますよね。しかも普通にマンダメというか数もおかしいことになってるので、まあ、このあたりすごく強いなと思います。先ほども言ったように、まあ、こちらはなかなかの強さとなっているんですが、やっぱ添付の育成が残っているので伸びしろがあるという風な感じなんですよね。もちろん虚構女児のその3後半なら4万クリアということもできました。このあたりカフカとの相性がいいなと思います。ちょっと話しているといいところばかり話してしまうので、早速本編に入っていって、いろんな問題とかそういったものを話していきたいと思います。今回のブラックスワンはこちらの育成段階で解説をしています。新素材も多いのでこれくらいの育成になるのではと思いますね。でこの段階で評価をしていきますので、参考程度に見てもらえると嬉しいと思います。それでは解説していきましょう。それではガチャ結論からいきたいと思います。まあ、ガチャの結論で言うと、引くのはありなキャラだなと思ってますね。正直持続ダメージを抜きにしてもデバフがあってパーティーのサポート役としては優秀だなと思います。ルアンにとって変わるかって言われるとちょっと難しいところなんですが、デバフキャラとしては優秀だなと思います。でサポートキャラクターは結構腐りにくい部類っていうのがありますからね。しかも持続ダメージ特化なので育成も楽という面があります。でこれでガチャ引くといいよっていうのもあれなんですが、さらにガチャの話をしていくと、まあブラックスワンを特におすすめしたい人っていうのもいます。カフカについては持続ダメージを即発動できるので、ブラックスワンとの相性は最高となってます。まあ編成必須なくらいになりましたね。2つ目のレイショーはデバフによって能力アップをしますし、アルカナで複数体処理も可能となります。痛いところに手が届くっていうのがいいところですね。そういった意味では相性がいいなと思います。そしてルアンなどのデバフキャラがいない人にもおすすめですね。まあ、ルアンとはちょっと全然違う性能になるんですけど、防御力を下げるっていう意味ではとてもいいデバフかなと思いますね。ただ全体にできるわけではないので、ペラを育成しきってる人からするとちょっと魅力的には微妙かもしれないです。ただブラックスワンで火力を出すにはカフカが必須となってきます。おすすめはしましたが、持続パーティーを組む予定がないならガチャは見逃しておくっていうのをおすすめしますね。ただし今後来るであろう読みについては虚無なので持続ダメージの可能性が高いです。ブラックスワンとの相性っていうのもいい可能性がありますので、まあ、今後のね期待が高い人には引くのはありなのかなと思ったりもしますね。それではブラックスワンを扱う上で大事になるアルカナについて話をしていきたいと思います。まあ、こちらのアルカナに関してはブラックスワンだけが使える特殊な風属性ダメージとなってます。まあ、持続ダメージですね。で効果もたくさんありますので、それぞれ説明していきたいと思います。まず一番の魅力は、戦闘開始時に解除不能の持続ダメージを与えるというところです。まあ、持続ダメージを与えるというか付与ですね。で持続ダメはデバフ解除に弱い一面がありましたが、この効果によってマイナスをカバーできるようになってます。なのでどんなに解除をしてもアルカナだけは残り続けるっていうわけですね。しかもこのアルカナ特殊で、ウェーブ戦のように入れ替えが起きても、入れ替えた敵キャラに対してアルカナを付与するっていうのがあります。なので連戦にもかなり強いんですよね。これを考えると常に相手に一つのデバフを付与することが可能となりますので、まあ霊障などのキャラとは相性がいいっていうのがあります。そしてこちらのアルカナは最大50層まで累積が可能となってます。まあ50も累積できるのかっていうところなんですが、これは後で詳しく話していきたいと思います。アルカナについてはさらなる効果がありまして、
一定数重ねることによって効果が変化するっていうものになります。まず1つ目は3層以上であればダメージとアルカナを拡散、さらに7層以上積むことができればダメージが 14% 以上の防御無視をするというふうになります。まあ、実質火力アップというところですね。なのでアルカナは7層以上を維持してダメージを与えるというのが大事になります。これがね結構強い、持続パーティーと組むと本当発動が容易なのですごくいいですね。最後にアルカナの特徴について注意があります。それは敵のターンが来てアルカナが発動すると一層にリセットされるという点です。まあ永遠ではないということですね。ただ一層だけ残ります。まあ永遠に残らないということなので、この層をどれくらい重ねれるかによってダメージが変わる部分となります。それではブラックスワンをより効果的に使うために必要なアルカナの増加方法を話していきたいと思います。まあ、これ理解しているかどうかでだいぶダメージが変わってきますね。まあ、5つほどあります。まず1つ目、戦闘開始時による増加です。これは追加能力によって発動が可能となってます。ただし必中ではなく 65% の確率となっていますので、そこの点は注意をするようにしてください。2つ目は秘技による増加です。これは戦闘開始時に連続で付与する効果となります。ただ100% 増えるのかっていうわけではなく、確率が下がっていって最大数がバラバラになるっていうのがあります。まあ、付与ができなかった瞬間終わるっていう効果ですね。だいたいやってて平均3ぐらいは積んでたような気がします。で3つ目、通常攻撃とスキルによる増加です。特に風化、裂傷、燃焼、感電状態の敵に対して基礎確率 65% のアルカナを一層蓄積できます。ただしスキルに関しては追加能力を解放をしないと付与されないので、早めに解放するっていうのが大事ですね。またアルカナの発動で拡散をした時も蓄積が可能となってます。単層にすると強い理由がこれなんですよね。敵が複数いれば行動が遅い敵にアルカナを蓄積することが可能なので、ガンガン発動は狙っていきたいところです。4つ目は敵が持続ダメージを受けた時となります。これは味方の強制発動や敵のターンによって引き起こせます。ただし追加能力を解放していないと発動しませんので、その点も注意です。5つ目は必殺技による開示効果でリセットを防ぐという点です。必殺技のダメージは低いですが、開示の効果により敵のターンが来てもリセットを1回防ぎます。必殺技のタイミングで蓄積を最大限活かすということができるわけですね。まあ、こんな感じでアルカナの増加方法はかなり多岐にわたっています。説明を聞いても難しいという場合は、持続ダメージと一緒に蓄積という感じで覚えているといいですね。この点を考えるとカフカとの相性がいいっていうのがわかると思います。カフカに関してはスキルとか必殺技で即発動ができますからね。また散歩に関しても実は4突しているとカフカのような効果があります。まあ戦闘スキルで風化状態5層以上の敵に対して攻撃が命中すると風化ダメが発動するっていうのがあります。これも意外と散歩との相性がいい理由なんですよね。なのでカフカがいない人でも散歩を持っているかどうか、まあ突状況とか見るとこのあたりは分かりやすいのかなと思います。ただ注意としては、どれも追加能力を解放しておかないとうまいことアルカナが発動しないっていう点です。追加能力に関してはしっかりと解放するようにしておきましょう。それではブラックスワンを使う上で活躍する場面というのを話していきたいと思います。まずは虚構叙事ですね。最近入ったエンドコンテンツですが、連戦での活躍となります。まあ現在の虚構叙事では持続ダメージが優遇されていることもありますので、アルカナと相性が非常にいい状況となってます。ほんと相性がいいですね。でアルカナの効果で敵が出現した時に付与する効果がありますので、敵が入れ替わろうがアルカナを付与し続けることが可能となります。さらに育成が進んでいればアルカナのダメージも高いので、敵のターンが来てアルカナが発動するだけで倒すってことは可能なんですよね。虚構叙事使っててちょっとバグなのかなって思うぐらいボコ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 敵が入れ替わっていってたんで、このあたりはすごく面白かったです。ただこれにも注意がありまして、敵のターンがずっと来るので耐久値が低いと回復ができないっていうことが起きます。まあ敵のターンが来るんで割り込まないといけなくなるんですよね、必殺技で。で倒しきれなくて攻撃を受ける、倒しきれなくて攻撃を受ける、で拡散で
敵が死んでまた入れ替わるってなると永遠と自分たちのターンが回ってこないっていうことがありますので HP 枯渇してデスするっていうことがあります。そういった点だけは注意ですね。なので意外とフォボではなく他のヒーラーとか入れる方が相性が良かったりもする場面があります。その他にも模擬宇宙も活躍できましたね。ブラックスワンめっちゃ強いなって感じたのが模擬宇宙でした。ブラックスワンの奇跡育成が不十分でも十分に活躍できましたのでまだクリアが難しいんだよなっていう人には意外とおすすめなキャラだなと思いますね。ただやっぱ持続ダメージ発動が大事になるのでまあカフカとか散歩とは必要かなと思います。あとは裏庭も11層までなら星3でクリアはできました。これも結構驚きましたね。なかなか11層で星3クリアって難しかったんであっさりいけたのびっくりしました。このあたりは編成を揃えているかどうかっていう部分になりますが陰月の編成よりも実は早いターンで終わっていたので正直、まあ、火力の多さ手数かな、まあ、そこの多さにはびっくりしたなっていうのがあります。ブラックスワンに関しては連戦プラス複数体において活躍ができるキャラだなと言えると思います。続いて公演戦についてです。公演戦に関しては時間の記憶を再構築してが一番になりますね。持ち武器です。ブラックスワン自体が効果命中が火力源になる能力がありますので余裕があるなら欲しいといったところになります。ただ必須級ではないのかなと個人的には思いますね。まあ理由が続いてになります。続いての公演水は獲物の視線がおすすめです、まあ、できれば貫突で効果命中を 40% まで上げたものを使いたいですね。でこちらに関しては持続ダメージもアップするので実は相性抜群となってます。この持続ダメージのアップと効果命中のアップが結構星5の持ち武器に匹敵するぐらいあるので相性が良くて強いんですよね。なのでちょっと微妙だなぁと持ち武器をわざわざ引く必要があるのかって疑問に思うところです。でその他におすすめなのがイベント限定の初めてのクエストの前になどになります。まあ、とりあえず効果命中がアップするものをつけることをおすすめします。それがなければ持続ダメージですね。続いて異物についてですが囚人とグラモスがおすすめとなってます。まあ、装備するだけで攻撃力が上がりますので、つきやすい異別なのかなと思います。ただし、グラモスの速度160以上でないと最大限に活用することができないので、厳選難易度は上がるっていうところです。まあ、ただ、グラモスの厳選というのが結構難しいので、銀河障子をつけるのもおすすめとなります。厳選が嫌だなっていう方はもうこちらでいいですね。で理由としては攻撃力アップと効果命中のアップがありますので効果命中が足りなくなるブラックスワンとしてはこちらをつける方が手っ取り早いかなと思います。ステータスの優先度としては持続ダメージが出るように攻撃力を意識するようにしましょう。胴体は効果命中がおすすめです。効果命中自体は 120% で追加能力の最大4打目 72% の発動ができるからですね。120% をラインに効果命中を持っていくことをおすすめします。効果命中に関しては公演水の突状況や所持で変わってくるので難易度も大きく変わるんじゃないかなと思います。まあ、ステータスはこんな感じで振っていくといいかなと思います。それではブラックスワンのおすすめの編成に行きたいと思います。まずは理想の構成ですね。ブラックスワン、カフカ、ルワン、ポフォとなってます。普通に強い。持続ダメージがバンバン発動するので敵のターンが来てもそのまま溶けていくっていうのがめちゃくちゃ楽しいんですよね。極光女児に関しては火力さえあればもう溶けていくのを見るだけっていうこともあるので、まあ、それぐらい使い勝手がいいです。で続いてブラックスワン、カフカ、持続キャラ、ポフォがおすすめとなります。でルワンがいない場合の構成ですね。まあ、持続キャラを入れてアルカナを最大限活かすっていうところになります。まあ、フォフォの部分は正直フォフォではなくヒーラー枠を入れて耐久を上げるようにするといいですね。あの連戦の時に敵の攻撃ばっかり受けて回復する暇がないとフォフォの場合味方が死んでるとかでよくありました。なので意外とこの辺りは差し込めるリンクスとかがいいんじゃないかなと思います。持続キャラに関してなんですが担保の場合は4凸で採用が一番いいのかなと思います。それでは3つ目の編成ですね。ブラックスワン、レイシオ、調和キャラ、孫悟キャラとなります。孫悟キャラの枠はヒーラーでも大丈夫です。でこちらの編成に関しては、まあ、始めたばかりの方向けですね。まあ、レイシオを引いていたとかレイシオを配布でもらったっていう方向けです。
で、ブラックスワンと霊障っていうところで言うと、あのデバフの効果が霊障と相性がいいんですよね。なので霊障の特徴を考えるとブラックスワンとの相性は良くなってます。まあ、あとは調和孫悟を入れてより霊障の火力を上げていくっていうのがいいところですね。まあ、構成としてはこの3種類になるかと思います。まあ、見てもらった通り編成に関してはかなり難易度が高いのかなと思いますね。単体で引かない方がいいというのはこれが理由です。最後にですが、いつも通り注意もしていきたいと思います。ブラックスワン自体はかなり強くて持続パーティーにおいて革命的な存在だなと思います。なんですが、あくまで持続ダメージというのを覚えておいてください。持続ダメージは即発動できるカフカがいればいいんですが、いない場合敵のターンに依存するキャラクターとなっています。敵のターンが来ないとダメージいつまでたってもかさばらないんですよね。なので従来のアタッカーのようにダメージを出すまでに時間がかかりますので、スタートダッシュの遅いブラックスワンはアタッカーとして考えるのはかなり危険なのかなと思います。あくまでサブアタッカーとかそういった位置づけかなと思いますね。もし引くなら、まあ、あくまで今の編成に強化を入れる目的であったり、すでにカフカの所持や最悪3歩の4突などチームの状況が、まあ、ある程度整ってるなっていうのを確認してから引くようにしましょう。弱くはないんだけどちょっとなと、まあ、先を見越したりとか現状の確認してから引くことをお勧めしたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。